2割、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 2割。あ、今日は2割のステーキを食べていきまっちょ。あ、おはようございまっちょ。おはようございまっちょ。今日は2割のステーキを食べていきたいなと思いまっちょ。2割、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 ステーキ。じゃじゃん。厚切りステーキを食べてきます。よいしょ。ははは。いやね、美味しいんだよ、牛肉って。やっちゃおうかな。いいですか、お肉焼いちゃっていいですか。ありがとうございます。よいしょ。お肉の焼き方その1。ちょっとね、油が多いので、ちょっとこの油の部分をメインにまず焼いていきますね。ちょっと油をできるだけ落としたいので。牛肉っていつぶりでしょうか。楽しみですね。テンション高いんですよ、許して。よし、まんべんなく焼いていくぞ。いいね。どうですか、このお肉。なんて油が多いんでしょう。ちょっと変色してますが、2割なんで大丈夫でしょう。まあ焼いて、どうせ油は食わないんでね。この間に僕が持ってきた冷凍ご飯、まずはレンジでチンを。レンチン。あん。今日の一曲、即興ソング歌います。愛してる。好き、私は壁が好き。大好き、この壁、白い壁。大好きな壁です。大好き、あなたの壁も好き。そう、好き、大好き、この壁好きです。やっちゃいました。すいません。今日の即興ソング歌います。お題は、ごま油。コレステロールがゼロのごま。ちょっとね、最近ね、ヒゲがね、濃くなってきてさ、 YouTube やるようになって、ほぼ毎日のようにヒゲを剃るようになったら、どんどん濃くなってさ、もう濃くなってどうしようか迷っててさ、脱毛行きてんよね、正直言うと。脱毛の企業案件待ってまーす。いい感じに焼けてきたんじゃないですか。ほれ、いいじゃないの。なんて素敵な色をしてるんだ。君は何と言うんだい。僕、素敵。そうか、もうちょっと焼こうじゃないか。はい、やってきました。ステーキ完成です。コーラとステーキができました。また今日もやっちゃいますよ。いいですか。いただきまっちょ。あー、うめえ。これなんだよね、やっぱりね。ちょっとね、視聴者の方からご飯食べる動画でもいいですって来たんで、またやっちゃいました。それでは血糖値を上げるために、まず野菜からいただきまっちょ。うん、味がない。皆さんのスパチャのおかげで野菜が食べるようになったので、ありがとうございまっちょ。肉いただきます。塩コショウ。おいしい。
牛肉ってね、本当に美味しいよね。いや最高だわ。今日ちょっと夜遅めなんで、もうシャワー浴びてきてへちゃへちゃなんですけど、髪の毛も。あー美味しい、美味しい。牛肉ってだけで美味しいわ。うんめー、美味しい。ちょっと油は残すんで。油って 1g あたり9カロリーあるんよ。めちゃくちゃカロリー高いけんね、ちょっとね、さすがに食うのはちょっと勇気いれば。美味しい。やっぱ肉っていいね。咀嚼数も増えるけんね。うん。みんな何肉が一番好き？俺は牛かな。あんま豚は好きじゃねえ。好きやけど好きやねえっていうか。ね、豚のとんかつとかは大好き。そんな美味しい豚を食べたことない、とんかつ以外の。うん、今ちょっとピアノちゃんは出とって、その合間にピアノ練習しに来たんやけど、夜ご飯も一緒に食べる時間やけん、ちょっと食べとこうと思って、ちょっと油は残します。なんで俺な、牛カツとか食べたことないから食べてみたいよね。この前さ、ヨミーとコラボの動画出したと思うんやけどさ、あれどうやった？みんな、その動画を出した日に今撮影しとってさ、みんなの感想が知りたくて。あれおもろかった？ヨミめっちゃええやつでさ、めっちゃ仲良くなってさ、今後も多分遊ぶと思う。遊ぶっていうか普通に遊ぶと思う。撮影以外でも。最高やわ。いいね、音楽って。ルイは友を呼ぶってこのことなんやろな、ほんまに。しかもヨミめっちゃええやつでさ、何が一番ええやつってさ、俺がまだ、何500-600人ぐらいの時にさ、多分ヨミに連絡送ったんよ。コラボしてくださいっていう、企画を送って、僕の体で10の4叩いてくださいって。それを許してくれたっていうのがすごいよね。500-600人よ。16万人の人に。底辺、底辺。まあ、今もまだ底辺やけど、そんな YouTuber が送った企画通してくれて、コラボしてくれてって。ほんまにあの時からコラボ決まっとったけどな。優しいわ。優しいというか、ほんまにええやつというか、なんか、なんていうのね、なんかそのフォルテやったらいけそうな気がしたって、その時から会った時に言ってくれて、マジで嬉しかった。これからこのチャンネルは多分もっとやばいことしていく予定なんで、その人生を変えるための面白くなると思うけん、みんなこういう食べる動画もその動画を出すため、その企画を考えるためにめちゃくちゃ大事でさ、ほんまに許してくれ。にしてもうめんよ。だってさ、結構、まあ、企画、ピアノフォルテとかの企画については全部俺が考えとって、基本。あと、フォルテの企画もそれは全部俺なんやけど。企画を考えるのがやっぱ一番大変で、むずい。世の中の人は、この動画を見てどう思うんじゃろうっていうのが。皆さん、世の中の人は僕のチャンネルをどういうチャンネルだと思ってる？音楽チャンネルだけど、音楽チャンネルだと思ってほしくないというか、なんていうのね。なんか、もっと壮大なチャンネルにしたくて。うまっ。このおにぎりは業務スーパーで買いました。業務スーパーで安くて最高、マジで。だって今日食べたお昼ご飯もお弁当なんやけど、300円切るけんな。マジで最高。うん、そっか。ちょっとご飯の動画の時には、これからも、うちのペットたちを紹介していこうかなと思ってるけど、みんな。プロタンみたいになってきたけど。大好きなプロタンが俺、マジで。ドター君。レンジでチンしたけん、皮ができたんかな。うわ、最悪。お皿の上の手で食べよう。油だ、まあいいか。ちょっと油は許したけど、残したけど許してね。うん、うめえ。俺実はコストコにめっちゃ行きたくてさ、今度コストコ行こうかなって思ってるんで、たくさん買ってたくさん食べたい。コストコのもの美味しいよ。これからも動画出していくので、みんなよろしくお願いしまっちょ。今日はオフです。グッバイ、ごちそうさまでした。バイバイ。見てくれてありがとね。よく
けばグッド載せて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。